はいどうも、ガジェット大好きカプラです、今日は2023年12月の22日ですね。クリスマス前ということでかなり部屋の温度が寒くなってます。皆さん風邪などひいてないでしょうか。今日はですね、2023年買ったけどっていう商品使わなかった商品というか、なんかね物が悪いとかそういうんではなくて、ただちょっと使う機会がなかったよと、5個ベスト5ということで勝手にランキングさせていただきました。前回は使って本当に良かったものと、よく使ったものということで、ベスト5紹介しましたけど、今日は、使わなかったものベスト5ですね。はい、早速やっていきましょう。第5位からですね。第5位、ウィークアクアのライト P シリーズですね。ライトの光量がかなりこれ強いライトなんですよ。これ60センチ用のライトなんですけど、90センチ水槽もこの一灯でいけちゃうっていうライトなんですね。で、皆さん、うちのチャンネル見てくれてる方はよくご存知だと思うんですけど、うちって水草を本当にゆっくり育成してるんですね。低い光量で、で、CO2 の添加量も本当にもう5秒に1滴とか、それこそ4秒に1滴とか3秒に1滴とか、そのぐらいゆっくり添加してるんですよ。だから水草の成長がすごくゆっくりで、まあメンテナンスの頻度がね、トリミングの頻度とか水替えの頻度とかも少なくやれてるという水槽をやってるんですけど、高い光量が必要ないんですね、うちの育成方法として。なのでウィークアクアで言えばこの M シリーズが水槽的にね非常にちょうどいい、60センチレギュラーだったら M の600とか、もう全然十分なんですよね、光の強さでいけも。で、この P シリーズなんですけど5400ルーメン出るんですよ。 CO2 バンバン炊いて、で、光量もガンガン使って水草ガンガン育成するみたいな、好循環用の水槽とか、あと60センチワイドとか、あと高さがある60センチ水槽または90センチ水槽とか、そういうのにまあ使えるといったことなんですけど、まあうちは小型水槽が多いですし90センチ水槽ないですから、これをちょっと使ううまくね活用できる機会がなかったっていう理由でこれ第5位に挙げさせていただきました。はい、結局強いライト持ってても自分の家の水槽のね水草の環境とか、うち陰性水草が好きなんで、それでね、ライトを調光すると、結局 20% とか、30% とか、そのぐらいの出力で使うことになっちゃうんで、そうするとね、調光幅がもったいないんですよね。残り 70% もったいないよっていう。だったら、その水槽に合う 70% 出力ぐらいのところで維持できるライトを使った方が、調光幅がね、70% に対してこう、1% の幅が少ないんで、低い光量で管理すると、調光が難しいと、色合いがうまく決まらないんですよね。 1% の差が大きすぎちゃって、ライトの光量が大きく動いちゃうっていうのが、まあ、光の強いライトの特徴なんですよね。まあ、だから意外とその調光できるライトってのは大は小を兼ねないと、いったところですかね。水槽に合った調光できるライトを選ぶことが一番いいと、ということで、第5位はライトでした。はい、第4位は、このチヒロスのエッグですね。これ一応まあ調光できる、こんなパカパカ型の、容器がついてる、まあ、中に下にねそこに水が溜められて、まあ、コケリウムとか管理できるよってやつなんですけど、外れちゃった、あ割れちゃった、あ落としたら割れてしまいました。本当にこれね、今年全然使わなかったというか、光が結構強すぎて、全然調光が必要ないというか、苔を入れてたんで、調光が不要だったんですよ。というか、ライトの機能が不要だったと。ちょっと容器の形が気に入って買ってみたんですけど、結局ライトの機能を一切使わなかったっていうことで、まあこれちょっと第4位に上げさせてもらったんですけど、ちょっと今落としてかけちゃいましたね。うん。ということで、これはね、ちょっと、とりあえず使ってみたけど、
リピートがないかなっていう感じですね。はい。第3位。第3位は、水槽です。これね、水槽。これ ADA の60センチの、キューブガーデンです。こちらにも60センチのキューブガーデンあります。はい。見ての通り、3台60センチのキューブガーデンが待機してる状態なんですよ。ついつい衝動買いしちゃった水槽って皆さんありませんか？まさにそれで、PayPay の還元 30% 還元とかやってた時に、ADA のこれ、キューブガーデン。実質ね、7000円で新品60センチキューブ買ったんですよ。クソ安くないですか？これ、買っとくしかないやろって、とりあえず買ったんですけど、まあ、レイアウトしてないんで余らしてると。いった状況です。完全にこの水槽部屋の、オブジェとなっているといったところですね。はい。道具はあるんですけど水槽立ち上げてないっていう、皆さんのお家にも眠ってるガラス水槽あるんじゃないでしょうか。ということで、買ったけど使わなかった、キューブガーデン60センチといったところですね。はい。これが第3位です。はい。第2位、大量の素材です。はい。これね、大量の素材を、今年、アクアショップに行って、流木とかね、一期一会って言うじゃないですか。とりあえず買うんですよ。買うんですけど、全然使ってないっていうね。今年多分水槽立ち上げてないんですよね。一台も。だから、結局買っても使わなかったっていうことなんですけど、実はね、年初に、チャームの本店に行って、素材をたくさん買ったんですよ。石とか100キロ近く買ったんですかね。一切使ってません。こんな感じで、なんか、ただのコレクションみたいになっちゃいましたね。石をめでる人みたいな。こんなに大量に石あってどうするのみたいな感じになっちゃって。いろいろ石買ったんですけどね。風山石とかなんかこんなね。白っぽい石とか、あと、ま、溶岩石もありますし、木化石とかね、ありますし、本当にね、いろんな種類の石買ったんですけど、一個も使わなかったですね。これ、あるあるなんじゃないですかね。安いからって、とりあえず衝動買いして、一生分のレイアウト素材を買ってしまったと。いうことで、皆さんもね、年初の10キロ2024円とかね、安い石とか、買っちゃうんじゃないですか。で、実際余ってるんじゃないですか。うちは余ってます。こんな感じでね、ということで、大量のレイアウト素材が第2位でした。はい。第1位、苔です。苔ね、お店で売ってると買っちゃうんですよ。これね、苔リウムやろうと思って買うんですけど、苔リウムをやらないんですよね。結局苔リウム用のちょっと土とか用意して買ってはいるんですけど、結局なんか買って少し経って何ヶ月か維持してるうちに枯れちゃったりとかして、こんな感じにね、こんな感じで枯れちゃったりして、こうなんですかね、結局ダメにしちゃうっていう、で最近道の駅とかでも、苔売ってるんですよ。道の駅とかね、苔売ってるんですよ、普通に。で、あ、いいなと思って買ってくるんですけど、あ、枯らしちゃうんですよね。苔リウム。そうなんですよ。皆さんも意外と苔って癒されるじゃないですか。これね、本当に管理よくできるなと思って、本当にみんな、皆さんすごいなと思って。いうことで、苔リウムの苔は安いしね、綺麗だし僕好きなんですけど、ついつい買っては枯らしてしまうと。いうのを繰り返してます。で、なかなかコケリウムができないということなんですけど、皆さんもどうでしょうか？コケリウム用のコケ、よく買ってますか？年末のチャームの、福袋でも、コケリウム用とかね、ビバリウム用のセットなんて売ってましたけど、あんなんのもね、お買い得だからってついポチっちゃうんですけど、なかなかコケリウムを立ち上げないということで、コケ余らしてます。はい。というか、買ったはいいけど、枯らしちゃうんですよね。これがちょっと失敗したなと。ああ、いうことです。やっぱ立ち上げるときに買わないとダメですね。でも立ち上げるときって、結構気まぐれに、あ、今日立ち上げようとか言って思うんで、苔ね、やっぱ常に持ってないと、
その気まぐれに対応できないんですよね。ということで、とりあえず買ったはいいけど、使ってないもの5000円でした。はい。いうことで、皆さんの家で余らせてるもの、ありますか？年末なんでね、これを機会に、供養しましょう、皆さんで。はい。来年は使えるといいな、ということで、今年のね、買ってみたけど、どうかな、うちにはちょっと合わなかったかな、っていうもの5000円でした。皆さんの、ちょっと買ったけど、いまいち使わなかったなーってもあったら、コメント欄で教えてください。ということで、今回は、以上になります。それでは、また、チャンネル登録もよろしくお願いします。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。